皆さんこんにちはレック専任講師税率消費税法を担当しております小出と申しますよろしくお願いいたします今回のガイダンスは第68回合格発表を踏まえた今後の対策ということで消費税法の試験を第68回本試験の方を受けていただきましてその結果として ちょっと残念ですけれどもまた消費税法の受験をということ考えられている方向けのガイダンスということで対策をお話ししていいいきたいと思いますまず合格発表が出た後とでどれくらい学習が足りなくって合格に手が届かなかったかというところを見据えていただきまして、まあ、あのパーフェクトコースの学習 こちらを済ませていただいいいてて受験をされている状況かと思いますただ消費税法の学習はしましたけれども途中十分なパーフェクトコースの講義の学習というのができずに、まあ、試しではないですけれども、まあ、例えば初日の簿記論財務諸評論を本気で受験しまして消費税法については、まあ 税法の受験として経験として受けたということでまだ十分消費税法のパーフェクトコースの学習というのが身についていないという状況でしたらこれからのところの対策はパーフェクトコースをまあもう一度受けていただきましてそしてまあ答案練習期のところに移行していただくということをもう一度していただくとよろしいかと思います。 ただこの時なんですけれどもせっかく2度目の消費税法の学習パーフェクトコースも2度目ということでしたら当然合格ををつかむようなな学習をしていただけければ効果的になるわけで,すですのでパーフェクトコースもう一度ということになったとしてもここに少し足していただくということで。 上級コースというのが消費税法のところに設定されていますで、この上級コースは基本的に消費税法の受験経験者向け上級コースというのは消費税法の受験経験者向けということで受験経験した方でパーフェクトコースについてある程度の身についた状況があったときに上級コースの受講というふうにな 流れを作っているわけなんですけれどもまあ、こうしてパーフェクトコース2度目の受講ということでしたら上級コースというのも並行して受けていただくとより実力がつくと思いますであとでも上級コースについてしっかりと解説を入れる場面があるんですけれどもこの上級コースは本当に受験に特化した 受かかるたためにににはどののよううななこことととをすす。ればいいのかといい特化したコースになっていますですのでパーフェクトコースを受講するということでもある程度個別理論の暗記が定着しましたら上級コースを並行して受けていただくとより実力がアップするついてくるということになります。 ですのでもしパーフェクトコースをもう一度受講するという時は同じことをやはり2度目学習すするるとといいううのは少しし緊張感が途切れててまま部分も出てくるかと思います新たに上級コースというのを加えてみてどうすれば受かるのかというところに特化したものを入れていきましてより実力をつけて 消費税の2019年の受験での合格を掴んでいただくとよろしいかと思いますでは次に合格発表の後ですパーフェクトコースの学習というのはきちんと行えていて内容についてはきちんと身につけることはできたんですけれどもたまたま運が悪かったとか何かの タイ,ムタイミングで合格を手にすることができなかったという状況の方この方は上級コースを受けてそして直前答案練習期のととところろに移行ししていくとよろしいかと思いくよか思ます先ほども言葉に出しました上級コースですけれどもパーフェクトコース消費税法のパーフェクトコースの 学習内容がしっかり身についていてそして受験経験があってですからパーーフェクトコースをもう1回学習する必要はないでも消費税法受験のためにどのように力をつけていったらいいかという時に今度2度目の受験ということでしたらしっかり合格をつかみたいわけですその合格をつかむために何をすればいいのかということに特化をした 上級コース、こちらを受講していただいて、直前答案練習期に移行していただけば。今度はきっと消費税法の合格、掴むことができるようになるという流れ、できていくかと思います。では、その上級コースです。どのようにして、合格を掴むことに特化したカリキュラムになっているのかということで、上級コースの。 テキストの1のところにあい上がっています目次カリキュラムの目次のところをご紹介しながら上級コースの流れというのを説明していきたいと思います。プレゼンターに上級コースのカリキュラムのところ目次のところを載せていきましてカリキュラムの説明していきます。上級コースですけれどもこちら上級コーステキスト1のところの これが、えー、2ページ上級コーステキスト1の2ページ上級コーステキスト1の3ページということで、えー、上級コーステキスト1の2ページと3ページにわたって上級コースのカリキュラムというのが紹介されているんです。でどのよううな特徴があるかというと、とちょっと テキストのあ上級コーステキスト1の2ページの方を見ていただきますとまずあの各上級コースなんですけれども全体としてあの4分割されていますその4分割っていうのもそれぞれのところでまず講義というのを上級講座の講義を1回と 上級講座2回ということで講義を2回分してそれから解放講義第1回ということで計算を解いてもらうそれと上級討練第1回ということで2時間の解放講義の練習をした後2時間の演習問題を解く,解くという練習をした後 本格的に2時間の等連を解いていてただくということで4ブロックに分けた4分割したものの一つ一つの分割というのはこのように講義2回分と開放講義2時間の演習問題をどのように解けばいいのかという2時間の演習の 開放講義そしてそれらを全部踏まえて最終的に2時間の答弁を解いていただくというこの各分割が4回分のもので構成されている次の分割のところも同じく講義が1 1回、2回、そして2時間の問題を解くという解放講義をして、これらを全部3回分踏まえて最終的にまた、答連を2時間解いていただく。 で3ページの方も同じです。一つの分割が講義が2回あって2時間の解放講義をしてそして最後集大成で2時間の答練を解いてもらうというのがまた3分割目。最後の4分割目のところも講義を2回やって そして解放講義ということで2時間の演習問題をやっていただきこの3回分の練習を踏まえて最後2時間の当練問題で 集大成をするということで全体をこうやって4分割しているんです。そしてそのそれぞれの分割のところはきちんとテーマがありまして例えば最初の1分割のテーマが課税の対象と納税義務者と課税標準及び税率というふうになっている。 で次の2ブロック目2分割目のテーマというのが資産のの譲渡等の時期期課税期間税間納です3分割目のテーマというのが税額控除等のうちの一部あ税額控除等となっていまして最後の4分割目のテーマって分割目のテーマというのが。 申告納付還付等届出書申請書価格の表示相続その他あと特定仕入れについてということでですのでこの上級コースです4分割してますけれどもこの4分割全部見ることによってこれは「 レックで配布している個別理論集、まあ、45台ぐらいあるんですけれどもこれを4で割りまして各単元のところ各分割のところで約11台分ぐらいというのをテーマにしていきましてですからこれ4分割で最終的には上級コースを4分割で受けることによって。 消費税法の学習全体をこれで一順で一きるというこことにななっているわけなんですこうやって消費税法の学習一巡してそれから直前答案練習期に入っていくということの流れでスムーズに合格をつかむための上級コースで土台を作って直前答案練習期で合格をつかむための力をより強固にするということとなっているわけなんです。 そしてそれぞれ分割のところでは講義の2回と2時間の演習問題の練習そして最終的に集大成としての答案練習を解いていただくとなっているんですけれどもこの時のそれぞれです。このの回分の 最後の2時間の答弁を解いていただくための3回分のところでどのような力をつけていくかっていうと最初の講義の1のところでは二時間治験時間の2時間の時間の使い方とか 2時間の時間の使い方を紹介したりとかあとは理論を暗記してそして回答しやすいように理論体系の説明をしたりあとは 今回のこのテーマのところが本試験の出題においてどんな状況になっているのかっていうようなのを話したりあとこの項目のところで昨年度の改正項目がこの学習内容のところにあったら昨年度の改正っていうのも説明することによって今まであの昨年の受験のところで十分改正とかが 抑えられなくてももう一度こうやって改正項目をどういう状況だったのか昨年度の改正を説明することによってこの段階での万全な説明の準備というのを終えましてそしてこのテーマのところにおいて個別理論としてこのテーマの内容が出題された場合は どのように書いていけば得点が取れるとかどこを省略して書くことができるかというような個別理論このテーマの個別理論が出題された時本試験でどのような書き方をすれば合格につながる答案個別理論の答案になるのかというのを アプローチとししてて紹介していくわけですですすから第2回講義では応用理論編ということでこの回のテーマをもとにした応用理論それも本試験で出題されている応用理論とかを紹介してどのようにまたこれも回答していけば合格につながるような答案になっていくのかということね。 1>, 1回目と2回目で個別理論応用理論に対しての合格をつかむための説明とかアプローチというのをしっかり身につけていただくことになっていますそして受験生一番苦手にしがちな応用理論ですけれども応用理論も絶対に白紙にしないで何かが回答できるっていうテクニックがあります。 そのテクニックをご紹介することによって応用理論に対する苦手意識っていうのも払拭できるようにそして必ず応用理論で得点ができるようにということ本試験のテクニックに直結するような状況のことをお伝えしていくという話をしています。そしてここでは パーフェクトコースで使っている確認テストを利用してどのようなこの確認テストももう消費税法の学習2度目とかになるんでしたらパーフェクトコースの確認テストもどんなような答案の書き方をしていけば 合理的で最低限な量でそして合格につなげられるのかという計算の回答の仕方開解放講義というのもここでアプローチしてて伝えていきますですからこれらの最低限理論と確認テストを踏まえた形で次は上級解放講義ということで2時間の演習問題です。 この2時間の演習問題は基本的に本試験で出題された内容というのを理論もも計算も土台にししてて出題しています。ですから本試験でこうやって出題された時どうすればこの問題で合格をつかむことができたのかこの解放講義のところでも理論計算ともに どうすれば合格すすするるることとができきのかかにに特化しした解き方とかを説明する状況にしています最後の上級討練のところでは今までやったこの3回分を踏まえたところでこのメインテーマにした2時間の演習問題っていうのをレックの方で作った問題を実施して解いていただくという内容になっています。こうやって 全体消費税法全体を4分割しまして全てのところで講義の2回と解放講義1回そして集大成の答弁を解いていただきあくまでこの時に目安として目標としているのは合格するためにはどういう答案の書き方をすればいいのかというところに特化した説明とアプローチというのをしているわけです。 このように上級コースの内容というのは全体,全体4分割で一巡するということに加え合格に特化した内容を学習するということになっていますこれを踏まえての直前答案練習期への移行ということとなっていきますので学習経験があって受験経験がある方足りないのは合格するにはどうしたらいいのかというところの ある種テククニックが足りなかかっったたら合格を逃してしてまったという状況ですから2回目の受験以降のところでは必ず合格につながるようないろんなテクニックというのを伝えていきまして合格をつかむための力を蓄積していくという上級コースになっています。 最初にお話ししたもしパーフェクトコースをもう一度学習し直すという状況でもこのように上級コースを併用することによってより合格をつかむ力といいうのが上が上ってくるかと思います、まあ、合格発表を踏まえた上での今後の対策ということですけれども特にこのレックでの上級コースというところ。 合格,を合格するためのテクニックに特化したコースになっていますのでどうぞこの上級コースうまく使っていただいて直前答案練習期に移行してそして2019年度のの消費税法の合格を手にしていいただければと思います一緒に頑張っていきたいと思いますので上級コース消費税法の上級コースの受講というのを考えていただけるとありがたい嬉しいと思います。 では合格発表後の対策今後の対策ということで最後まで聞いていただいてありがとうございました皆さんお疲れ様でした。